今回の旅は東京駅から始まります。誕生日ということで贅沢をたくさんしちゃいました。列車にも今回はこだわってます。これから乗っていくのがこちらのサフィール踊り子です。直前でしたが席を無事取ることができました。こちらは個室になるんですが、ここにもいつか乗ってみたいです。それでは列車に乗り込んでいきたいと思います。中には大きな荷物を置けるスペースもあります。そして本日の座席がこちらになります。一人用の席になっています。空いていたのが C 席のみだったのでこちらにしたんですが、景色のいい A 席が一番おすすめです。1号車がプレミアムグリーンになっています。2から3号車がグリーン個室、4号車はカフェテリアになっています。そして私が乗っている5から8号車がグリーン車になります。いつもと違う列車なだけでとってもワクワクします。足元も広々としているのでいつもより贅沢感を感じられました。お手洗いもとっても綺麗でした。続いて4号車のカフェテリアへやってきました。利用する場合には事前予約が必要になります。当日予約は枠が空いていればできる場合もあるそうです。初めてのカフェテリアなのでとっても楽しみです。移動する間にちょっとだけ酔っちゃいました。海を見ながら食べられるのがもう最高です。メニューにはお水がついていました。私が頼んだのは大ぶりエビワンタン復興麺です。五十嵐美幸さん監修のメニューになっています。中に入っているエビワンタンが特にふわふわで美味しかったです。景色を眺めながらなのでさらに美味しく感じられます。隣の席が空いたので景色がとってもよく見えます。隣には特急踊り子号が止まっていました。こちらにも今度乗ってみたいと思います。約2時間半ほどで到着しました。最高の贅沢でした。こちら伊豆急下田駅に到着です。皆さんサフィール踊り子の前で写真を撮っていたので私も撮りました。ホームに車輪を発見しました。こちらは1961年の伊豆急行開業時から2002年まで使われていたものらしいです。バスの時間までに1箇所寄りたいと思います。駅では各施設の割引チケットを購入することができます。駅前には黒船のオブジェが置いてあります。下田はフェリーが黒船で来航した場所として有名です。徒歩で最初の目的地へ向かいます。見えてきました。こちらが最初の目的地、報福寺になります。駅から徒歩約8分で到着です。正面には坂本龍馬の像があります。こちらのお寺は勝海舟が坂本龍馬の土佐藩脱藩の罪の許しを願い出た場所でもあります。東神興地記念館に入ってみたいと思います。興地はアメリカ総領事ハリスに仕えた人です。多くの日本人は外国人に偏見を昔持っていました。興地も東神と罵声を浴びせられ後に自ら命を絶ってしまいました。こちらには興地の墓やかんざしなどがあります。そして私、写真を撮り忘れてしまったんですが、勝海舟が許しを願い出た謁見の間というのもそのまま残っています。バスの時間が迫ってきましたので、駅に戻ります。2番バス乗り場から竜宮窟へ向かいたいと思います。バスの本数がかなり少ないので気をつけてください。バスに乗ったほとんどの人が竜宮窟に向かうようでした。約20分ほどで竜宮窟に到着です。帰りのバスを先にチェックしておくのがおすすめです。
リュウグウ窟の二穴に向かっていきたいと思います。ここは細くてやや急な階段になっていました。階段は思ったほど長くはなかったです。外食道という波の力で地表の弱い部分が削られてできた洞窟だそうです。天井が一部崩れてしまい、直径約50メートルの天窓が開いたことでできています。記念にここでも写真を撮りました。ここは今回の旅でも私のお気に入りの場所なので、ぜひ一度行ってみていただきたいです。ちなみにこの竜宮窟は上から洞窟を覗くとハートに見えることで有名なんですが、私は見るのを忘れてしまいました。隣には東寺サンドスキー場があります。海岸の崖に吹く風の力でできたものだそうです。ただこの日はやっている人は誰もいませんでした。バスの時間までもう少しあるので、ここでぼーっと眺めることにします。こういう場所に来ると、まだまだ行ったことない魅力的な場所が日本にもまだたくさんあるんだろうなと思いますよね。3時9分のバスに乗りました。1時間くらいあればだいたい見終わるかなと思います。広岡というバス停で下車しました。続いてやってきたのはバス停から徒歩 2,3 分の下田開国博物館です。チケットを購入して隣の建物に移動します。ナマコカビがこの辺りではたくさん見られるんですが、防火性や保温性、保湿性に優れているそうです。中にはペリーが使用したスプーンが置いてありました。他には日本開国に導いたハリスの資料も置いてあります。それから報復寺でも見た東寺諭吉の遺品も置いてあります。いろんな人が描いたペリーの似顔絵もありました。2000点の資料から1000点を常に入れ替えて展示しているそうです。続いてやってきたのはこちら霊泉寺です。徒歩約4分で到着しました。遅い時間のせいか人がほとんどいませんでした。敷地内には黒船開国の資料を展示しているミュージアムもあります。こちらのお寺は1635年創建です。ペリーが訪れ、日米和親条約が締結された場所でもあります。5月頃にはジャスミンが咲くそうで、ジャスミン寺とも呼ばれています。国指定史跡になっています。住職さんが不在の場合、ミュージアムの方に行くと御朱印をいただけます。全部で3種類御朱印はあります。私は参拝記念とご本尊の御朱印をいただきました。この敷地内には1300年以上前の古墳時代の横穴遺跡があります。人骨や勾玉、土器などが発掘されたそうです。すぐそばのペリーロードへ次は向かいます。こちらは日米和親条約の締結のためにペリー一行が霊泉寺まで歩いた道です。レトロな雰囲気がいいですよね。名残惜しいですが、次の場所に徒歩で向かいたいと思います。こちらは歩いて約5分で到着しました。こちらにはペリー艦隊来航の記念碑が置いてあります。そしてその隣には2003年のペリー来航150周年の際に許可リレーで利用された炎がそのまま置いてあります。こちらはこの記念碑があるだけなので滞在時間は割と短めになるかと思います。それでは駅に戻りたいと思います。徒
会では見られない街並みが私にはとっても魅力的でした。駅までは徒歩約15分で到着です。ホテルの送迎バスに乗ります。14時以降数本バスは出ていました。運転手さんがどちら側に乗ると海がよく見えるか教えてくれてとっても親切でした。本日のお宿、ホテル伊豆急に到着です。約10分で到着しました。本日の部屋は5階になります。エレベーター降りたところからすでに豪華ですよね。お部屋の方に向かっていきたいと思います。それでは中に入ります。お部屋は入り口の方からハンガーがまずあります。そしてその下には金庫が置いてありました。さらにその下には冷蔵庫があって、中には何も入っていませんでした。そしてこちらには大きなテレビと椅子、それからテーブル、そしてこちらには空気清浄機があります。お部屋はリニューアルされているようで、とっても綺麗になっていました。そしてこちらは外を眺められる場所ですね。こちらには延長コードと、それからティッシュ。そして上にはお茶セットが置いてありました。お部屋のお風呂に入るとき用のタオルと、それから湯あみ着も置いてあります。そしてこちらが景色を眺めながら入れるお風呂です。シャンプーやボディーソープも置いてありました。こちらには明日の朝入りたいと思います。奥には簡易的な流しがありました。見てください、夕方の景色とっても素敵ですよね。もうずっと眺めていられそうです。続いてこちらはお手洗いになります。こちらもとても清潔感があって綺麗です。こちらは洗面台でコップとタオル、それからハンドソープが置いてあります。そして引き出し1段目は歯ブラシやブラシ等のアメニティが入っていました。2段目にはドライヤーが入っています。3段目は何も入っていませんでした。あとは椅子とゴミ箱が置いてあります。枕元には電気のスイッチと、それから USB のポートもついています。それからお部屋にはお菓子も置いてありました。とっても嬉しいです。後でいただきたいと思います。お夕飯前にお風呂に行ってきます。大浴場は下田蓮台寺温泉が源泉になっています。片方は泡風呂になっていました。クレンジングがなかったので、それもあると最高だなと思いました。そしてなんと露天風呂もついています。いい景色を眺めながら入るお風呂って本当にいいですよね。お風呂から出てきたので、お夕飯を食べに行きたいと思います。1階のお食事会場に到着しました。このちょっとレトロな感じがいいですよね。ドリンクは有料になっています。私は特に注文はしませんでした。ここちょっと面白くて、おかずやデザートと引き換えができる引き換え券というのがありました。これは後ほど引き換えたいと思います。お食事が来ました。とっても美味しそうです。取り忘れてしまったのでないんですが、お刺身もとっても新鮮で美味しかったです。これ黒うどんっていうのかなと思うんですけど、このしゃぶしゃぶも良かったですし、何より一番楽しみにしていたこの金目鯛の煮付けが本当に美味しかったです。
こちらは引き換え券で交換したデザートです。プリンとチョコと、あとはクリームチーズのケーキになります。2枚目もデザートに引き換えました。こちらは杏仁豆腐、ラズベリーとストロベリーのケーキです。楽しみにしていた金目鯛が食べられて、とってももう満足でした。こちらにはカラオケルームもあるようです。好きなのでちょっと行こうかなと思ったんですが、今回はやめました。お土産コーナーもあります。3枚目もデザートに引き換えたんですが、さすがに食べきれなかったので、お部屋に持ち帰らせていただきました。お部屋にあった栗しぐれをいただきたいと思います。こちらすごいしっとりしていて柔らかくて、お茶とすごい相性が良さそうなお菓子でした。美味しいものもたくさん食べられて、いい誕生日を過ごすことができました。2日目のお部屋からの景色です。すごい綺麗ですよね。景色を眺めながらお風呂に入りたいと思います。景色を見ながら入る場合には、この湯あみ着を着用する必要があります。景色を見ながらお風呂入るってすごい贅沢ですよね。それに朝の大浴場も欠かせません。これから入っていきたいと思います。混雑する時間帯を載せてくれているので、これを避けるのがおすすめです。そしてこの隣には自動販売機がたくさん置いてありました。そしてなんとハーゲンダッツの入ったアイスの自販機も置いてあります。せっかくなので外にも出てみました。こちらは白浜大浜海水浴場になります。サーフィンしている方たちもいました。こちらのホテルの公式アカウントを登録するとコーヒーがもらえるそうなので、私も追加しておきました。それでは朝食を食べに行きたいと思います。朝はバイキング形式になっています。パンも種類がたくさん用意されていました。フルーツやヨーグルトもあります。こちらにはスパゲティとベーコンがあります。そしてソーセージにポテトフライ、スクランブルエッグと目玉焼きがあります。こちらには肉豆腐、それから蒸し野菜がありました。梅干しや納豆、海苔なんかのご飯に合うものもたくさん用意されています。それからこちらにはサラダや五目豆煮だったり、あとはかまぼこが置いてあります。魚の唐揚げだったり、あとはおでんもありました。飲み物はコーヒーやほうじ茶などのお茶もあったり、あとは牛乳がありました。それからジュースも種類がたくさんありました。私が選んだのはこちらです。皆さんはバイキングとかだとどういうのを持ってきますか？私は普段あんまり食べないようなものを中心に持ってくることが多いです。パンのところに伊豆のジャムが置いてあったんですが、これすごい美味しかったです。他のお土産売り場にもあったりしますが、この伊豆のドリコっていうお菓子がすごい美味しかったです。お部屋に戻ってきました。このお部屋一人で使うにはもったいないくらいいいお部屋でした。今度はこのホテルに家族も連れてきたいと思います。LINE 登録でいただけるコーヒーをもらってきました。お家で飲みたいと思います。この景色も見納めだと思うとちょっと寂しいですが、このままバスで駅に向かいたいと思います。帰りも海をバッチリ堪能してきました。10分ほどで駅に到着です。駅でロープウェイの往復券を購入しました。やってきたのは下田ロープウェイです。駅から徒歩約2分で到着します。ロープウェイは15分間隔で運転されていますが、臨時便もあるそうです。こちらはザ・ロイヤル・エクスプレスをイメージしたゴンドラになっています。乗車時間は約3分半です。
到着しました。こちらにはカレーなどが食べられるレストランもあります。到着したばかりなんですが、もうすでにいい景色ですよね。この山はネス型山という山になります。ここに地図があるんですが、意外と中が広そうなので早速行きたいと思います。一番奥の愛染明王道を目指したいと思います。こちらはネス型展望台になります。皆さんこの看板の下で写真を撮っていました。なので私も撮りました。この山は女性の仰向けの寝姿に似ていることから寝姿山と呼ばれているんだそうです。敷地内にはヒレナガニシキゴイもいます。綺麗でつい見入ってしまいました。そしてこちらは石割りクスノキです。よく見ると大きな石を真っ二つに割って木が生えています。さらに奥の方に進んでいきます。こちらは黒船展望台です。あの望遠鏡は有料で使えるようでした。大きな錨も置いてあります。ここからは下田市内や港を一望することができます。さらに奥に進むと休憩所もありました。そしてこちらの奥に見えているのが愛染明王堂になります。こちらは奈良法隆寺の夢殿を3分の2に再現しているそうです。縁結びのパワースポットともされています。周りには約150体のお地蔵様がいました。これは平安時代に作られたものとされています。ロープウェイの時間が迫ってきましたので乗り場に戻ります。私が行った時はそんなに見られなかったんですが、この寝姿山では四季を通じていろいろな花が楽しめるそうです。そしてこちらには復元された黒船見張り所がありました。外には大砲のレプリカも置いてあります。中を覗くとちゃんと人形がいました。次はバスで移動したいので、その時間に合わせて早めに戻ります。戻ってから急いで水族館の前売り券を購入してきました。ここからはバスで約10分移動していきます。帰りのバスは本数が少ないので気をつけてください。水族館に来るのは本当に久しぶりなのでとっても楽しみです。こちらは下田海中水族館になります。入り口からもうすでにウミガメがお出迎えしてくれていました。ちょうど11時からのイルカショーに間に合いそうなので見に行きたいと思います。こちらの水族館は海に浮かぶ水族館という珍しい水族館になっています。水族館はいくつか行ったことあるんですが、イルカショーを見るのも初めてかもしれないです。イルカたちもすごかったですけど、飼育員さんもあそこまで教えるのってすごいですよね。ショーを見た後はこの大水槽のところにやってきました。同じ水槽の中にたくさんの種類の魚がいます。この水族館本当に海に浮かんでいるので、実際揺れたりもしてかなり面白いです。こちらにはゴマフアザラシがいました。広々としていてすごい気持ちよさそうですよね。こちらには王様ペンギンがいました。向かい側ではペンギンショーをやっていたんですが、こちらのペンギンも可愛いですよね。そして続いてやってきたのはこちらクラリウムです。クラゲって見ているだけで癒されませんか？
ここではリラックス効果のあるサウンドにストレス軽減効果のあるアロマまで炊いているそうです。小腹が空いたのでここで腹ごしらえをしたいと思います。結構メニューがいろいろ用意されていました。私が注文したのはこのイルカミルクソフトです。品切れでイルカクッキーはなかったんですが、ミルク感強めで美味しかったです。続いてはゴマフアザラシのショーを見に来ました。これ最後手を振ってくれてるんですが、可愛くないですか。ショーも見て大満喫したので、次の場所へ向かいたいと思います。ちなみにこちらお土産売り場もぬいぐるみだったり充実しています。中にはレストランもありました。すぐ近くには下田公園があるんですが、アジサイの時期がとっても人気らしいです。今回は寄らずに徒歩で次の場所に行きます。この道は人通りが結構少なかったです。そしてこちらは昨日通ったペリーロードです。こういう景色って何度見てもいいですよね。徒歩約15分で到着したのは日進堂菓子店です。大正11年創業のお店、三島由紀夫が日本一と絶賛したマドレーヌを売っています。お店の方がとても気さくで面白かったです。私はマドレーヌとレモンケーキ、それからアウトレットのマドレーヌを購入しました。実際今までに食べたマドレーヌで私的には一番美味しかったです。先ほどのお店のすぐ近くにある平井製菓にやってきました。ハリスさんの牛乳アンパンが有名なお店です。ハリスが大好きな牛乳を日本では下田で最初に飲んだことに由来しているそうです。私も牛乳アンパンを購入しました。中にはあんことホイップバターが入っていて、この組み合わせが本当に美味しかったです。甘党の私には大満足の甘さでした。ここからはまた徒歩で次の場所へ向かいます。やってきたのはこちら道の駅です。徒歩約15分で来ることができました。ここでお昼ご飯を食べたいと思います。お店はこちら、カフェ&ハンバーガーラーマルというお店です。入り口のフロアから下に降りたところにありました。私が行った時にはハンバーガーの売り切れはちょっと多かったです。アメリカのお店のような雰囲気になっています。ゆるキャンで紹介されたお店らしいです。ちなみにお水はセルフサービスで、お支払いは現金のみでしたのでお気をつけください。見てください、こちらが下田バーガーです。とっても美味しそうじゃないですか。珍しくカマンベールチーズがしっかり入っていました。金目鯛のフライとソースの相性も最高で本当に美味しかったので、ぜひ食べてみてください。そろそろ駅に戻りたいと思います。何度も見たこの駅ともお別れと思うとちょっと寂しいです。下田の駅は待合室が結構充実していて、アイスが食べられたりお土産売り場もあります。帰りは私が気になっていた列車に乗って帰りたいと思います。こちらはリゾート21の金目電車です。バージョン違いで黒船電車もあります。時刻表はホームページでチェックしてみてください。こちらは全車自由席の普通列車になります。内装もとっても可愛いですよね。座席は左右非対称になっていて珍しいと思います。海をこうして見ながら帰れるのがとっても幸せです。あれが伊豆大島らしいです。いつかここにも行ってみたいと思います。この辺りはヤシの木が結構生えていて、日本なのにすごい海外に来てるような気分になりますよね。熱海駅に到着しました。ここからは新幹線で帰りたいと思います。熱海から東京までは1時間もかからないのでだいぶ近いですよね。
今回初めて自由席にしてみたんですが、ほぼほぼ埋まっていました。東京に帰ってきました。最高の誕生日を今回は過ごすことができました。下田は今のところ私の一番のお気に入りスポットかもしれません。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメントとっても嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。